はい、追加やっていきたいなと思います。まあ、前回は、まあ、そのアークギルドの負の遺産をなぜ集めるのかっていう理由が判明して、で、まあ、サリーが100年前の世界に行くというところで終わったんですけれども、さあ、だから、魔女を倒しに行くと、次こそはラスボスではないかと思っております。でね、俺思ったんですけど、お、ごめん。ずいぶん長い夢を見ていた気がする。その、だから100年前の世界に行くのってサリーだけってことは、サリー一人だけか。ってなったらちょっと心細いな。はい。正直、この時代に留まって、グレイやミーシェと一緒にこの魔法界に過ごすの悪くないかなって思ってる。でも、そんなったらまだね、正直、その、100年前の仲間たちが死んでいくのを見なきゃいけないっていうのは、やっぱりちょっと辛いもんやと思うよって思いながら。でも、あ、約束したものね、あなたを迎えに行くって、そっか、はいかいいえかっていうのも、なかったか。まったく。美しい星を見ながら、のんびりと思いを馳せてもいいのに、馳せていたのに、相変わらず来客が多いんだから、この丘は。私がここにいるってことをグリーンにも聞いてきた。ウィザード。そうだよ、ウィザード。ごめん、忘れたわ。そうや、いなくなったらめっちゃ困るやん。まったくもう、サリーはいつも目上の人に対する礼儀が足りないんだから、7歳なのに。あえて、よかったわ。事情はすべて聞いたよ。あいつ、サリーを救おうとしていたんだね。そうなんですよ。でもどうして救おうとしていたサリーを遺産集めに同行させて、危険な目に合わせないといけなかったんだろう。確かに私以外の魔法師でももっと大勢で行けば遺産はすぐに回収できたでしょうね。そっか、そうかな。でも、そんな風にして差し伸べられた救いなら私はきっと受け取らなかった。ああ、まあまあまあ、そうか、サリーはそんな、そうやもんな。どうして？いつか、ある人に言ったのよ。人が叶えられていい願いっていうのは、その人が努力をした結果と同じ価値でなくちゃいけないって。努力した結果と同じか、確かにサリーらしいや。正直ね、100年前に戻る魔法なんてそんな大それたこと、まだ半信半疑よ。だけど、120年生きた。たまにはそんな夢のような夢を見てもいいのかなって。サリーの努力にはその価値があるよ。おー、まあ、うん。ここまで頑張ったんやから。100年間心を壊さず、地獄の苦しみに、耐え抜いた君の努力は僕が保証するから。それにサリーが過去に戻りたいのは自分のためじゃないでしょ？母か。まったくまだまだお子ちゃまなのに全部見透かしたような口を聞くんだから。さあ、その後学院はどう？これいつの話や？夏休み終わってる？うん、新しく来る学院長っていうのがどんな人かわからないけど、協力しながらなんとかやってみたいと思う。でも100年前に戻ったら、ついでにマリスザラム魔法学院の経営団もなんとかしてほしいな。なるかな？なるか？だってあれじゃん、アークギルトのねえ、アークギルトの卒業生学校っていうので超下がったんじゃなかったっけ？ダメよ。まだまだあなたには努力が足りないもの。あれ努力でなんとかなるようなもんなんかな？やっぱり手厳しいや、サリーは。それにね、きっと100年前に戻っても、この今が変わるわけじゃない。私という魔法師が一人、ただいなくなるだけ。その、未来は、やっぱりあなたたちが気づくしかないのよ。そうだね。今の僕たちが頑張れば、100年後の魔法界はきっともっと豊かになる。そして、人は強くなる。みんながサリーのようになれるといいのにね。サリーみたいに人がいっぱい来たらもう、地球とか、ね、星とか、バキっていきそうな気づけるよね。バーカ、私を誰だと思っているの。そんなの決まってるじゃない。我が学院の優秀な元学院長様だろ。最終章、夢の終わり。
さあ、来ましたよ。あれ？あ、おったおったおった。プーバル。あ、男みんな来てる。さあ、いよいよですね。水色の髪誰や？本当に大丈夫？万が一失敗したら。うっさいガキ。不吉なこと言わないでよ。ムーマだガキって言った。ちゃった？にしては痩せてる？まさか時を超える魔法なんて、そんなものがこの魔法界に存在していたなんてびっくりですよ。誰？俺も思った。チャロ・シュトラウス先生。闇のマリス・ザラム学院の生活魔法の講師を。確か、食中毒、なんか言ってたね。食中毒で入院中だったわね。調子はもういいの？言ってたっけ？あ、言ってたね。もう元気、平気ですよ。すこぶる元気。ははは。仮病か。時間だ。準備はいいな。ええ。黒曜のローブを着ても何ともないみたいね。いきなりおばあちゃんになっちゃうんじゃないかって心配していたけれど。ええ、大丈夫です。痛いとか苦しいとかそういうものもないみたい。では、右手に杖、左手に魔法石を。そして、時を超える魔法を。サリー先生。さよなら。ありがとう、ミーシェ。元気でね、向こうの私によろしくね。伝えとく、君魔法協会追放されてるよって。ヤクル先生、本当にありがとうございました。さよなら、サリー。ええ、さよなら、ウィザード。長い休みに入ったら帰ってきてくださいよ。そんな簡単に来るもんではないやろ。そのヘイトなんちゃらって、杖を使わずに、イムなんちゃらって唱えれば、また100年後に途絶えられるんですよね。いや、無理無理無理。どうかしらね？どうなんですよ。さあ、魔法を。だってさ、戻ってさ、呪いと、まず倒して呪いね、かける前に倒した場合、死ぬやろ。グレン、いえ、ベーケル学院法長。それともフーバルト。さあ、どれでしょう。好きに呼ぶがいい。フーバルトかな。それじゃあ、キツネメガリエ。なで呼べ。本当にありがとう。フーバルト先生。さよなら。イム、ハンドラ。おー、どこだ？願いを消してくれ。こんな、わ、え、ちょ、ちょ、かつ、どうなった？おー、戻ったと考えてよろしい。ここは、光のルクシエメール魔法学院。できたので戻ってきましたね。今ハンドラの魔法石が壊れてしまった。もうあの人の願いはもう叶えられへんやんか。もう時は超えられない。あれ？サリーさん？誰だ？月下か？でも3やろ？いや、月下か？いや、メガネの子か？クラリスか？誰だ？月下だ！懐かしい月下！月下、こんなところでどうしたんですか？はい。絶望の魔女を探しに青の森に行くって言ってませんでしたか？お、ちょ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 、重なってる、重なってる、重なってる。抱きしめてるんか？バグじゃないんだ。痛い、サリさん、骨が折れます。どんだけ強いの？ごめんなさい、気が動転してて。もしかして私、もう森に入っていった？はい。あれ？サリー、これはチャタか？チャタでした。
今日はずいぶん早いな。もう森からも、戻ってきたのか。ちゃったーちゃったーで、本当にちゃったならね、ダイエットに失敗してリバウンドする前のひって。バカ言え。俺がダイエットに失敗するはずなんかねえだろ。言ったろ？キサラって肉を。肉1枚でパン7枚だっけ？ちゃった、私が入っていったのってどれくらい前？いや、そんなこと言われても1時間ぐらい前だぞ。あの時、チャタと別れてから1時間。それならまだ絶望の魔女に会っていないはず。これ、どうした？すごい焦らせ。悪いもんでも食ったのか？お前だ。うっさい、黙って。あ、はい。あ、ごめんなさい。少しイライラしてて。悪気はないの。いいってことよ。今の、それ、久々に昔のお前みたいだったぜ。昔の、私？ほら、ラハンが洞窟に閉じ込められて、今みたいにお前すんげえ剣幕で怒鳴ってたじゃねえかよ。ああ。あれから2年か。お前は魔女狩りやら、魔法教官に仕事やら忙しくなっ、すっかりクールになっちまったけど。お前の本気の怒り顔、嫌いじゃないぜ。バーカ。サリーさん、何があったんですか？いや、まあ、過去、未来から来たんですよ。大丈夫、心配いらないわ。あるべき場所に帰ってきただけ。消えた！何言ってんだあいつ、やっぱり悪いもんでも食ったのか。チャタじゃあるまいし、ほんまやだよ。知ってねんぞ。知ってねんぞ、その、第2部の作品で、食中毒で倒れてた。イムハンドラの消費の影響で、移動魔法の正確性が鈍ってる。このあたりだと思うけど。早く、私を見つけないと。セーブしていいのかな？セーブして、敵は？敵おるね。どうも。過去のサリー。え？いや、正直さ、これだけ見たらさ、過去のサリーは偽物だと思って攻撃せえへん。おい！クラリスのその目。サリーさんが、二人イムスタス時を止めで。で、どうすんの？どうすんの？あなたは誰？未来のサリーです。サリー・デビット。悪い、冗談やめて。誰かが魔法で変身してるんでしょ。絶望の魔女の呪いで死ねない体になって100年後から時を超えてきた。それが私。信じてくれるかな？そんなの信じられるわけないでしょ。さてはあなたが絶望の魔女ね。そっか。そうだよな。信じへんわな。早く時を止めなさい。出ないと。信じて。私はどうすればいいんでしょうね。はい。おー、何？あー、ラハのやつか。思いのお金手に入れた。言っていいのか、またこの時ラハ言ってるやろ。ラハの声。どうしてラハはここにいるのにこんなにも悲しげな。信じて、サリー。聞くだけなら聞くわ。冷静に考えたら、こんな強い時の魔法が使えるの、私以外ありえないものね。絶望の魔女も相当強いんじゃないの？ありがとう、サリー。私が魔女の呪いかかって不死に、にわかには信じがたい話だけど。で、あなたは100年前に飛んできて、一体何がしたいの？合体します。はい、これさっき言っていた闇の魔法師の遺産の一つ。ヌエノデックです。あ、ニエノデックです。ぶっちゃけさ、この時に止める時間ってさ、そんな長くないんじゃないの？噂に聞いたことがあるわ。ネックレスを身につけた者は闇の魔法師に肉体と精神を奪われる。シテル魔法の書によると、正確な効果は、ネックレスを身につけた者に触れると、その肉体と精神を奪えるそうよ。つまり、ネックレスを身につけた私にあなたが触れて、それでおしまい。
おしまいって、それじゃあなたが消えちゃうじゃない。私は呪われた体なのよ。そうしないと意味がないわ。それに、同じ時間に二人は存在できない。でも今存在してるけどね。サリー、あなたにこの体と心渡すわ。レベルどうなる？やめて、レベルは下げないで、70のままにしといて。そうして呪いを消したら、今度は、あなたは今度こそ絶望の魔女を倒して、この永遠なる毒へ。そんな物騒なものまで、ね、持ってくるなんてね。あなたはまるで武器商人よ。まあね、やばい武器は揃えてますわね。失礼ね。これでもあなたを必死であなたに説明しようと。ごめん、冗談よ。その話、信じるわ。ありがとう。それにしても本当にいいの？あなたの心、体も、心も消えてしまう。もしかしたら、記憶も。私は、この時代に生きてやり直したい。あなたを、失う覚悟なんて、今の苦しみに比べれば小さなものだから、小さなものだから。それに、私が本当に助けたいのは、自分じゃなく、ラハなの。ああ、やっぱりな。そっか。時間がないわ。始めましょう。ねえ、サリー。ん？100年。長かった。長いわな、多分。わからないか。言うと思った。やっぱり私なのね。さあ、ネックレスをつけたわ。手に触れて。さよなら、帽子の私。帽子は、さよなら、私。消えたー。私、今まで何を。おお、時が戻っ、動き始めた。あれ？サリーさん、今、二人いませんでした？気のせい、気のせい。何の話？え、いましたね、もう一人、サリーさん。何バカなこと言ってんの？そんなはずないでしょ。見間違いでしょうか？ラハ、あなたは見た？もう、そのもう一人の私。一瞬見た気がするけど消えちゃった。不思議なこともあるものね。二人ともきっと疲れているのね。サリーさん。その手に持っている瓶、杖と瓶、なん、え、ガチでサリーは覚えていないの？さっきまでそんなもの持っていましたっけ？え、本当に、なんだろうこれ、身に覚えがないわ。一応、えげつない杖やねんけどな。杖はいつも使ってるの十分で置いていきましょうか。そんな簡単に置かないで。サリーさん、その後。なんとなくですけど、少し成長されたような、100年分成長してますけど、こっちは。先生、クラリスも UFO になったわね。早くも先生気取り、かな？あ、いえ、決してそういう意味ではなくて。成長どころじゃないけどね。さ、そろそろ通して、女神の広場にも見回りしなくちゃ。ごめんなさい、それじゃ私はこれで。またね、クラリス。変なクラリス。それにしても、さっきから妙に頭が痛いのはね、ズキズキするわ。ラハは平気？そっか、それならいいけど。絶望の魔女。今度こそ本体に会えるといいわね。あー、装備していない。なんか落ちた。あー、魔法の書ですやんか。あ？はい。ニエのネックレス。ネックレスを身につけた者は、手に触れれた者に、肉体及び精神を奪われる。手に触れた者に？はい。肉体精神ともに奪った者が全てを支配し、奪われた者の力を得ることができる。ただし、奪った際に記憶を証明することもある。どういうこと？つまり、永遠の毒で倒そうっていうのは覚えていないってこと？ねえ、どういうこと？
ね、うっそ、どうしよう、どうしよう、やっちゃおう、やっちゃおう、もう、いいよ、長くて、ここにも、絶望の魔女の姿はないみたいね。ここからは、また夕方に行きましょう。さあ、夜明けを目覚めってわけ。今日は随分な、魔女は随分なお寝坊さんね、と。はい。遊んであげる、かかってください、絶望。さあ、問題が、アイテムが使えないのか？使えないね。さあ、さあ、どうします？じゃあね。おーう。あーやい。あーもう、どうしよう。ポカル。ラファー、1万のダメージ。こっちは、1万7000のダメージ。強い。これさ、そう、これ忘れてたな。ポカル、つか、校舎どうなる？あ、やった！中魔法はできる。やった。便利。で、よし。あら！つうか、ショッピングで、できなかったー、できなかったー、ポカルするんやから、ポカ、やっべ。どんぐらいかかった？1分53秒。やっべ、俺、なんか、バランス、あー、大丈夫。ラスボスが弱かったんじゃない。強すぎた。いい加減飽きてきたんだけど。そこにいるのかどうか知らないけど、恥ずかしからないで、本人自ら堂々と出てきたら。偽物に比べると随分小さいのね。でも、ようやく本体の出ましたわけだ。あえて嬉しいわ。絶望の魔女。あの、声で絶望の魔女って溜めて言うのはね、多分、前のやつでもね、溜めてたと思うんですけれども、その、そろそろこの戦いに終止符を打ちましょう。憎い。お前が憎い。もう俺これ3回目やで言った。もうお前が憎い。はい、よく言うわよ。はい、あなたたちは願い叶える要せぬ、いいように動かしただけ。はい。そんなもう夢や希望なんて言わせないわ。私がお前に与える最大の力はなんか、なんでしょう。お前ごとき殺すのは大切。そんな刹那で私の気は跳ねる。はい。何やったっけ？刹那って確か 0.03 秒とか13秒やったっけな、そっちが。そして見つけた。お前を与えるのは死の絶望ではない。お前から、希望、生きる希望を失う、奪うことだ。はい。生きる希望が失われても永遠に生き続けることしかできない。はい、それがお前に与える最大の呪いだー！絶望だねー！英語に呪われよー！あ、はい！誰？クラリス、かな？あー、どう、うい？ミス！おー、やったな？リピートやったな？一体何のこと？何者だ？多分この魔女もちょっとビクってしてる。誰あなたって。あいにくは、あんたなんかに紹介する口はあいにく持っていないわ。邪魔をするならお前にも絶望の呪いを与えてやろう。ダメよ、逃げて。毒は誰が持ってる？嫌です。
私思い出したんです。あの時の借り、まだサニー先生にまだ返してないってこと。で、どうすんの？絶望に住まれ。さ、ミーシは帰るのか？てか、どうした？毒か？あの赤い杖、さっき私が置いていった。そういうことか。ん？どういうことや？闇の、遺産の一つ、ヘイト X の杖。だってあれは逆転するだけであって反射能力はないはずだから。ヘイトヘックス、別名、魔女殺し。こいつの呪いは全て打ち消してくれる。そんなんあったっけ？ぐわーい！ちっちゃい。あなたが絶望の魔女の正体。く、女、目障りな。ちょっと可愛いな。リピートする。何？さよなら。絶望の魔女。なんだこれは。私はスキルリピーター。それが魔法ならどんなものでも打ち返す。はい。スキルリピーター？そうなんですよ。レベル上げ苦労しましたよ。何をした？何をした？あなたがサリー先生に書き落とした呪いは、屈して永遠の生を刻むもの。それがヘイトヘックスの杖で逆転する。永遠の死。ああ、今更やけど魔女感がない。消えた。ありがとう。ミシェ？ミシェです。そうですよ。先生ですよ。やっぱり覚えてませんよね。私のこと。うん、俺は覚えてるから、この後どうするのかがガチで心配なんですけれども。ごめんなさい。以前どこかで会ったかしら。遠い未来で。未来？そうなんですよ。とにかくこれで全てが終わりました。私失礼しますね。どうすんの？ミーシェはどうやって帰るの？帰れるの？ここに残るの？待ってミーシェ。違っていたらごめんね。あなたはもしかして帰る場所がないんじゃない？ないですよね。どうしてかわからないけど、そんな気がするの。それなら、この学院の魔法生になって、私たちと一緒に暮らさない？どうすんのミーシェ。でも私。どうすんの？私はあなたを守りたい。私の中の何かがそう告げているの。え、ガチで、ミーシェは、こっちに戻って、未来には帰れないの。そうなるとですよ、皆さん。だから、当然、ミーシェがおるってことは、生まれてるわけよ。どうなんの？その場合は。今回は、だって、サリーの場合は、ニエのネックレスで、なんとかなったけど、ミーシェは無理でしょ。残念。散々守ってくれたのに、また守り足りませんか、サリー先生。しょうがない、万能や魔法師ですね。万能魔法師？やだ、なんて顔してるんですか。先生はあるべき時間に帰ってきたんです。私の杉田、いつもの不敵な笑顔でいてください。それが私が先生に守られる条件です。約束するわ。よろしくね、ミーシェ。これどこの曲かは後でね、
作者に聞いてみよう。いやー、ね、いやまさかのね、俺てっきり包丁がラスボスだと思ってたんで、ね、まあ、おまけ編に言ってたんですけど、包丁が自分たちを守るために、その、サリの呪いを解いて殺そうっていう予想やったんですけど、まあ、外れましたね。正直、総集編みたいな感じで、全員出てくるかなと思ったんですよ、正直。セイさんも出てくるかなと思ったんですけど、出てこなかったね。で、いやー、まあちょっと、感想も言いたいな、もう。まあ第3、まあラハシリーズ最終章なんですけれども、まあ正直ね、でも最初はもうフーバルト先生とかが、ね、フーバルト先生とかはもう第1作目の先生だと思ったら違うと。で、まあ、ヤクル先生は、まあ、ヤクル先生でそのままやったんですけど、まあ、やっぱり予想できなかった展開が多すぎて、まあ、さすがやなと思った。映画化せへんかな。で、まあ、ね、経験値も、最後に対したものしか与えられないっていうのもちょっと斬新でちょっと良かったなと思うし、ストーリーがね、やっぱり、いいよね。いやー、これ4号とかやってほしかったなー。テーマソングもあったわ。はい。グリコーゲンさん、タイトルエンディングイラスト。はー。あ、っていうことは、エンディングのイラストが、この後あるってことだね。まあ、今回評価、魔法強化云々はあるのかな？第一作は A 級やったんですよ。A 級魔法師やったんですよ。二作目は、まさかの C 級やったんですよ。励まされてたもん。頑張ってくださいねって。今回はもう、めちゃくちゃ強くなったからな。本来だったら S 級ぐらいもらってもいいぐらい強い気がする。で、あーこれでいったんや。両親悲しむ、あちゃうわ、両親も死んでるんや。そうや、じゃあ問題がないじゃないのか。っていうか永遠のどこは、あはい、ラハシズ愛する皆様、俺愛してますよ。And you. さあ、エンディングお、あい、3年後。はい。完全にエンディングトークする気やった。3年後。3年後？ミーシ、お、ミーシは、は、だよね、だよね。ドアはどこ？チャタに、筋肉魔法ダイエットは無理だわ。こないだぜいぜいちゃんと山歩きしただけで、こないだだってちゃんと山歩きしただけでぜいぜい言ってたじゃん。無理をしてても早く痩せてもらわなきゃ。二人で並んだら美女と野獣になっちゃうからね。え？誰と誰？月下？月下とチャタ？ま、来月の、もう来たか。スマートな花婿の姿を崇めるよう祈ってるわ。それじゃあバイバイ。ドアどこ？さて続き。どこだ？どっから来た？はい、今度は何？紅茶入れたんだけど、ミーシャも飲むかなって思って。誰？ごめん、今そんな気分じゃないわ。焼きたてのクッキーもあるよ。さっき僕ラハ？バカね、そういうの先に言いなさいよ。甘いものなら大歓迎なんだから、ラハ！
チョコか。ラハ生きてた。うわー、いい香り。サリーは？チョコレートとペカンナッツのクッキー。ハーブティーに合うと思って。おしゃれ。つか、久しぶりだな、その顔のラハ。最高よ、ラハ。菓子職人の素質あるわよ。そんな大げさな。おお、温めの早いな。紅茶も美味しいわ。黒猫丼よりいけてるかもね。黒猫丼もなんか、あれ食べてたっけ、そもそも。どこそれ、6番街にあるんですよ。97年後ぐらいに、シーナ6番街に出てるから楽しみにしてて。97年後、シエナ6番街。細かいことばっかり気に、細かいかな？ 97 年後の話されて、はぁってなるやろ。それよりサリン先生、そろそろお仕事から帰られる時間じゃない？あ、ほんとだ。クッキー焼くのに時間かかりすぎちゃったな。ラハは何してんの？さ、今からこの部屋は立ち入り禁止。今日はもう入ってこないでね。あ、うん、邪魔してごめん。ミーシャは何をやってんや。紅茶とクッキーごちそうさま、ラハ。といたしまして、明日また別のに挑戦してみるよ。さあ、扉がなかった。さて、魔法の勉強。あ、そっか。まだ永久な魔法師になっているのか、いないのか。お、サリーお疲れ、あ、お帰り。お疲れ様。ただいまラハ。魔法協会の会食っていうのも楽じゃないわね。ミーシャまだ勉強中。うん、勉強中です。頑張ってますよ。うん、今日はもう邪魔してほしくないみたいだ。それじゃあちょっと表に出ない？そうだね、行こうか。っていうかさ、スカイマット、お、なんかあのボス買った時のあの音が。あの日から今日でちょうど3年ね。そういえばそうだね。まさか永遠なる毒の効果が、混ぜた薬の効果を永遠に持たせる薬だったなんて。ん？あれを混ぜた変形薬の効き目が3年経った今でも消えないから、闇の魔法師の遺産っていうのは本当に恐ろしいものね。はい。本当に良かったのか今でも疑問だよ。第一、魔法解放に触れるよね。そうですよね。何の問題もないわ。だって、ベーケルフロンス包丁の許可、もらっているものも、いるもの。あれ？ちょっと待って、待って。いつだ、ベーケルは。フーバルと？いや、じゃあ、ちょっと待って。グレンが鳴ったのはいつや？またそれ？ホーチはそんなパンみたいな名前の人じゃなくて、ゼファロって、あ、まだか。あと97年もすれば、そんな名前の人がホーチになるのよ。そうなんですよ。あ、でも、あれはもう一人私のためになっただけかも。ミーシェだけでなくサリーまで時々わけのわからないこと言うよね。そうだよね。だね。あれ、あの夢のような記憶を、あれから私は取り戻していた。絶望の魔女の呪いで死ぬない体になり100年生きたこと。4人で一緒に闇の魔法師の遺産を探した日々のこと。ミーシェが私を追いかけて時を超えてきたこと。そして未来の私が過去の私と一緒になったこと。でも記憶を取り戻したことは二人ではまだ内緒にしてる。内緒にしてるんやったらそういうことをさ、言わん方がいいんじゃない？ねえ、サリー。ん？どうして S 級になる、魔法師になる話、断ったんだ。ああ。せっかく院長先生直々の申し出なのに、もったいないって僕は思うけど。な？サリーとシエサなら、きっと二人で魔法界の未来に貢献できるよ。正直、サリー、攻撃のサリー、ね、回復のシエサやったら、間違いなくいい二人になるねんけどね。S 級になれば、き
と今のような生活は送れなくなる。私はね、ラハやミーシェと一緒にただ穏やかな日々を過ごせればいい。それに、私がエスキマ星にならなくても、魔法界の未来はもう約束されているもの。本当はそうじゃない。これは私のわがまま。ラハのいない100年、絶望の呪いに翻弄されていた100年。目の前には、ただただ絶望しかなく、過ぎゆく時間の中へと置き去り、にされた私にとって、それは悪夢という名の偽りの時間。もちろんそんな悪夢だって、終わり頃にはいいこともたくさんあったけれど。だけど、夢から覚めた今、この時だけは。そうね。平凡な時間に飽きたら、その時はまた考えてみようかな。早くしないと、サリーを超える人がどんどん出てきて、先にエスキュー魔法師になってるかもしれないよ。無理ですよ、サリーやれ、ラスボス2分かかってなかったんだよ。私を超えるんですって。いねえもん。私を誰だと思ってるの？レベル75とかのサリーやぞ。決まってるじゃない。僕の大切な、主様だよ。これ押したら終わる系かな。ちょっと、タイトル画面、2ままニューゲームモード。メニューモードにオルゴールが解放されました。2ままニューゲームモード。タイトル右下のプレゼンツを押すと、セーブデータの画面と表示されます。そのこのクリアデータを選んでください。これか。っていうことか。ちょっと見てみようというか。はい。ゲームを最初からお楽しみいただける、ついままニューゲームモードになっております。ちょっと待ってよ。これはまた、すべてそのままにしといて。その場合はハードにしたいけどなぁ。どうしよう。じゃあちょっと、これはまたおまけ編として残しておくとして、じゃあちょっとエンディングトークに行きます。カット。